恐怖した動物は幸福の印として自分の腹を見せるそうだが、許してくれということか。しかしてめえはすでに動物としてのルールの領域をはみ出した。ダメだね。この借りは必ず返してやるぜ、畜生。ぎゃ、この音、何かが水に飛び込んだ音だ。まさか。鳥が水中に潜るのは不可能ではない。鳥類は人や犬と同様に一つの肺で呼吸するわけだが、その他に鳥類には気嚢と呼ばれる空気を溜めた袋が胸と腹に 5,6 箇所ある。この気嚢を持っているために鳥類は人間では昏睡に落ちてしまう高度 6,000 から 7,000 メートルでの飛行が可能であるし、たとえ首を絞められてもこの体内酸素ボンベのおかげで数分は生きられる。つまり圧倒的に犬よりは長く潜っていられるのださあ料理を続けましょうか。次はプリモピアとパスタ料理です。名付けてショーフ風スパゲティ。あまりにも忙しいショーフが適当に作ったらうまかったというのがこの名の起源らしい。ニンニクを使ったパスタにはチーズを普通かけないが、このパスタは例外でかけて食べる。このスパゲティ赤唐辛子が入ってんすか。はい、入ってます。ショーフ風スパゲティはイタリア料理史上最も古くからあるパスタソースの一つです。私の生まれ故郷ナポリが発祥の地とされるパスタです。ですから私のおすすめ料理の一つです。ああ、そのオリーブ見たか、この町の電力すべて俺の味方だ。今使った電気料金は全額てめんちのメーターにつけといてやるよ。さとめだ、ジョースケ。タイヤを。気づいた時はもう遅えかな。てめえ、タイヤをわざと破裂させたな。直してタイヤゴムの中に閉じ込めるために。そうか、タイヤのゴムは電気を通さない絶縁体、チリペッパーは電力を使えない。しまった。やった、あとはジョータロウさんが。なんてな。タイヤゴムで絶縁するだ。厚さが1メートルもあんならいざ知らずよ、笑わせんな。こんな薄っぺらいゴムごとき館内あめんだよ。ボケおめえの負けだ、ジョースケ。グレート、幸せだったのによ。タイヤぶち破るパワーなんてなかった方がよ。塩水ってのは思いっきり電気を流すんだ。海は広いから電気のエネルギーは四方八方に散ってしまう。わかった、お願いだ。確かふざけた考えを反省するとか言ってたが、ふざけてんのはおめえ自身のキャラクターだったようだな。死ぬ。スタンドがどっかへ拡散しちゃったってことは、音石明がネズミを言ったのはこの農業用水路付近らしい。この場所ならおそらくドブネズミだろう。ドブネズミはよく泳ぎ、どこにでも住み、何でも食う。大きいもので体長20ないしは30センチ、体重は1キロにも達するものもいる。ジャンプ力は2メートル。見つけたぜ。バカな、どうしたんすか。気をつけろ、ジョスケ。足跡がいきなりここで消えている。なんすかこりゃ、なんで足跡が消えるんすか。
わかった、土の中だ。穴を掘って潜って蓋をしたんだ。違う、これはバックトラックだ。ネズミもやるとは思わなかった。バックトラック。バックトラックとは、進んできた足跡をそのまま戻って敵から居場所を隠す野生動物の特殊技能である。日本ではヒグマ、イタチ、ウサギなどがやるという。ネズミがバックトラックしたという記録はない。その攻撃もう無駄だ。いくら見えない能力だろうが、謎が分かった今、所詮たかが空気を固めて飛ばしたり散らせたりする能力、もうこのキラークイーンに防げない敵ではない。何？こいつ血管の中に空気の塊を入れやがった。どんどん胴体の方に登ってくるぞ。医学に詳しくはないが聞いたことがある。人間の血管内に 10cc 以上の空気を注射すると血管が塞がれて死に至る。完全にこれは 10cc 以上入れられている。しまった、マッチ飲みやがったこいつ。お前面白いな。本当に飲んだのか。違う、飲んでるわけはない。な、どうやったんだ、どこに隠したんだ。教えてくれよ、俺にだけな。さあね、君たちだって能力を秘密にしてるんだろ。こいつスタンド使いか。カップの中の液体は歯を1本、体質の 98% を水分で構成するクラゲに変えて吸い取らせた。